飛び出せ。マシーン飛流は、1977年10月5日から1978年3月29日まで、東京12チャンネルで放送されていた、テレビアニメ、東京12チャンネル、東映、タツノコプロの共同制作、全21話、三崎コンツェルンに雇われた無名レーサーのリッキーと、ガッポリンコンツェルンの契約レーサーであるオッカナビッチ。 それぞれが所属するチームの対決をコミカルに描いたカーレースアニメである。本作は1970年代後期のいわゆるスーパーカーブームを受けて企画、制作された。本放送当時は激走、ルーベンカイザー、超スーパーカーガッタイガー、アローエンブレムグランプリの高そして本作とカーレースアニメだけで四本も制作、放送されている。本作は その中で唯一のコメディアニメとなっている。本作は東映本社のテレビ事業部とタツノコプロが手を組んだ異色のコラボレーションによる作品である。広告代理店の東映 AGNC は1976年4月の番組改編起用にポピーがスポンサーを担当した忍者キャプターを売り込んだことにより東京12チャンネル水曜19時代後半枠の確保に成功する。 1977年2月に開始された解決ズバットからは諸事情によって高徳と椅子がこの枠のメインスポンサーを務めることになった。本作終了後の1978年4月5日から同年5月10日までは東映エージェンシーが新たにスパイダーマンを調達するための空白期間となっており東京12チャンネルの水曜日19時30分 -20 例々枠は暫定的に漫画ふるさと昔話の再放送で穴埋めされていた。2021年11月10日にベストフィールドから初ソフト化となる DVD が発売される。高徳から z 合金シリーズでマシーン飛流、飛流ダンパー、飛流コプターが発売された。 津原義明によるコミカライズ作品が冒険王に1977年11月号から1978年4月号まで連載された。ありがとうございます。